皆さんこんにちは。 SY ワークスの久保翔平です。2023年を振り返って、これからのブランドのあり方、少し広いテーマになっていますけれども、皆様方の業界に少しでも何かお役立てる、そんなまとめをしておりますので、ぜひ見ていただければと思います。ここから多分来年だけではなくて3年とか5年とかっていう単位で当たり前に必要なことだと思うんですけど、自分たちの専門領域における未知の提案っていうのはすごく大事なキーワードに、未知というのは、知らない未知ですね、提案っていうのがすごく大事なキーワードになってくるかなというふうに思います。2023年はやっぱりコロナからの戻りで、消費がだいぶ2019年以前に近い水準に戻ったかなと思うんですね。ただインフレ、実質的な賃金は下がっているので、お客様の消費の形というか、あり方、あるいは物を選択する基準っていうのはだいぶ変わってきたんじゃないかなというふうに思います。例えば、国内の観光旅行の消費金額、これは観光庁が出している3ヶ月単位のデータですけども、2023年の3月と7月は2019年の水準を上回ってるんですよね。2桁近い伸びを示していると。なかなか国外への海外旅行がちょっと厳しいと、金額的に厳しいという方々が、その国内の中で良い体験をしたいというものにしっかりとお金を使うという動きは、様々な業界、観光中心に見られてるんですね。そういった中で実質賃金が低下している、そして観光とか特別な時にはきちっとお金を使いたい。これどういうことかっていうと、メリハリがもっとついたんですよね。締めるところは徹底的に締める、使う時には使おう。それがより強く2024年出てくると思っていて、ブランドはですね、一つの特定の領域で、例えば、お茶飲みたいなと思ったら出てくるブランドってかなり限られてるんですよ。知ってはいると思うんですね。10も20も知ってはいると思うんですけれども、実際頭に想起されるのって大体平均2個ぐらいなんですね。で、この商品にメリハリがつくっていう時っていうのは、よりそれが鮮明になるので、本当に最初に思い出したもの、本当にいいなと思うものを選択しやすくなるんですね。つまりチャレンジが減っちゃうと。で、こういう時によく代表の佐藤も話してるんですが、中間圏を淘汰、中途半端なものって選択されないんですよ。領域、この証券でこういった商売してますよ、私たちは、言った時に、最初かその次ぐらいに出てくるような良い記憶を持っているブランド名、これがやっぱり優先的に選ばれる、これがよっと顕著になるということなんですよね。この未知っていうのは、普通にお客様が想像できる範囲のことだけではなかなかそのトップ3に入ってこない。やっぱりデジタル化が進むとどういうことかっていうと、自分が必要な情報だけがたくさん入ってくることなんですよね。要は検索履歴に基づいて AI が全部判断をして、その人にふさわしい情報だけがスマホにどんどん入ってくるわけじゃないですか。どうなるかというと、自分が発見する領域ってどんどん狭くなるんですよね。そうすると自分が知らないことに対する発見の価値っていうのがもっと大きくなるわけですよ。彼の書店に行ってふっと見て、あれなんだこの本と思ってパラパラと見たら、普段全く読まない歴史小説だけどもすごく面白かった、こういう体験ありますよね。で、別にこれって昔からあることなんですけども、日常にあまりにもこうデジタル的な、ツールに慣れすぎてしまっているために、この未知の領域の占める割合が減ってるんですよね。で、そうなってくると自分たちのそのブランドを使っていただきたい、知っていただきたいと思った時には、新しい未知の発見っていうものを提供する必要があると思うんですね。先日、ニューヨークにお客様と行ってきました。その中の一つでスターバックスのエンパイアステートビルに新しく去年オープンした、お店に行ってきました。で、今回のエンパイアステートビルのスターバックスリザーブは、おそらくコンセプトだろうと思うのはトップエクスペリエンス、最高の体験を提供しますということで、コーヒーとアルコールのペアリング、そしてそれを学ぶためのスクーリング、もうこれがテーマですね。コーヒーを軸としてエスプレッソマティーニ、このいろんな種類があるんですね。そのエスプレッソマティーニも、熟成だれにつけた香りのついたものであるとか、レモンピールを使ったちょっと香りの酸味の効いたものとか、でさらにそれとイタリアのカンノールをペアリングしたりとか、チョコレートペアリングしたりとかいうことで、
本当にコーヒーってここまで深まるのっていうレベル感ですよね。とにかく五感を通じた新しい体験、多分こんなもの飲みたいなって思ってる人はなかなか少ないとは思うんですけども、コーヒーの体験の深さを知りたいなって思ってる人にとってはまた新しい世界観だと思うんですね。ブランディングよく話をするように、ブランドはですね、この高さと広さと深さ、この3つを同時に高めていくことで質が高まると言われてるんですね。高さは品質、より美味しく、あるいは製造面における安心や安全。広さ、これはお客様との入り口、接点を多くするということですね。季節の商品を増やしていったりとか、あるいは他のマーケットを付加していったりとか。深さっていうのは哲学の共感性、この共感価値を深めるとこ、あ、そこまで考えて作ってるんだ、これ深さの方ですね。で、今回、改めてのスターバックスリザーブさんを見る中で、コーヒーという軸がある、スターバックスには。で、これを水平的に広げる。で、ここにアルコールが入ってきたんですよね。アルコールを足すことによって、で、実際コーヒーとアルコールに関してはこれまでもいろんなお店出してるんですね。で、今回はこの水平的な広がりプラスアルコールとコーヒーを深めていったら、こういう全く別な世界が広がりますよということをスクーリングを通じて体験してもらうということにチャレンジをされていました。皆さん方のそれぞれ業界の中でもあると思うんですよね。その自分たちが最も得意とした領域、それがお茶なのかパンなのか、素材でいうと小麦なのか、その自分たちが深めている領域に新しい要素を付加して、その深めた領域をお客様に一緒に体験していただく。それで自分たちのブランドを覚えてもらう。あ、なるほど、アルコールとコーヒーといえばスタバだな、多分一択だと思うんですね。他のカフェ多分出てこないと思います。というふうに想起させる領域の中で、少なくともやっぱり一番になっていくということの入り口作りがなんかすごく大事だなということで、2024年はですね、先ほどの商品のメリハリがつくというかに、まあ、せっかくであれば他にあると体験したい。実はその観光的な売り上げの動向を見ていても、物販よりもやはり宿泊ですとか、あるいはエステとか、まあ、いったこうちょっと自分自身のこう記憶を刻み込むようなもののお客様への消費の金額のやっぱりこう上がりの方が大きいというのは、まあ、単純にしているものだけだったらなかなか価値を生み出しにくいということが表れるかもしれませんけども、まあ、そういったことを含めて、それぞれ皆さんの業界の中で、トップエクスペリエンスという自分たちしかないブランドの領域を確立するということをスタートする、まあ、そんな1年にすることが大事じゃないかなというふうに思います。